お誕生日とつまちにて、天海司の家のデカさ同様、身長のデカさについて前本力一に誇張されておりましたね。あいつらオリバーにもやってんの？いや、っていうか、ジョーさんがすごいんすよ。あいつがね、そう、あいつがやんのよ。そう。もう一緒に話してるとか、旅行した時の話行ったら海外に。はいはいはい。あ、まあでもオリバーだったら4本ぐらいでいけるんでしょって言われます。大体のぼっちが。しょうもない。そう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 。しょうもないでかさいじり。そう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 。ずっと言われてんだよ、俺。今もう住んでないのに。その家。引っ越したのにもう。言われますね。ずっと北海道の広さがある、ユーラシア大陸まであるみたいな。そうそう、言われる言われる。そう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 。本州って言われたしこないなんだよね。なんだよ本州って。いや、なんかあれで歌謡祭で、みんなでバーチャルトゥーライブを歌うシーンがあるんですけど、そこでカメラ抜いてもらう瞬間になんか目立つことしようっつって、いわゆるお姫様抱っこをしてもらう。僕が知ってもらったんですよ。誰に？ジョーさんに。そう。でそれに対するコメントが、本州抱えたってみたいなことをおっしゃってたんですよ。しょうもない。本州ぐらいでかかったっつって。やかましいわ、マジで。太郎松子さんからです。ちょっと質問ですが、某債務者系の VTuber さんの自宅がイオンモールぐらい広くて、ウォーターサーバーの中に特用サラダ油とバブが入ってて、洗濯機でブリ大根作ってて、加湿器の中に味噌汁が入ってて、人食いピアノの上に司さんが寝ているって噂は本当ですか？司さんって言っちゃったんじゃねえか。あれはね、なんかね、最近違うらしくて、最近はね、なんか引っ越したって言ったじゃないですか。なんかすぐ言うのよね。俺もう引っ越したじゃんって、なんか、この間、なんかオリバーのラジオとかでもなんか言ってたらしいんだけど、だからそう、引っ越して、今すげえちっちゃいところに住んでるらしいんですよね。なんかね、離れ小島くらい巨大な亀の甲羅の上に、こう、ヤシの木を掘って作った家の中、ワンルームの部屋の中に、亀仙人みたいなね、ああいうドーム状の家に住んでて、で、海水をすくって、蒸留して飲んでるらしいですね。なんかミニマリストになったらしいです。で、行きたいとこがあったら、その亀の頭の上に乗って、左側頭部を殴ると、右に進むんですよ。そうやって操って、案件とかの場所行ってるらしいですね。モンスターズメイトのスタジオとか全部それで移動してるらしいです、最近。大変だね。やっぱ今日大変だね、俺ね、ほんと。続いてね。こういう時にキーを上げればいいのにね。なんか、ボソボソ嘘ついて。ね、こういうとこだね、ちゃんとね。悲しみの果てに何があるかなんて俺は知らない。見たこと